さっきアンケート2番だっけこれがはい <laughs> なんでこれが2位になるのかね道徳問題第2番、えー「ロリと結婚について道徳的にどう思いますか? <laughs>」「いや来たこれか」って <laughs> 言っててもですねこれ2番なんだからしょうがないんだよで小学生とか13歳で書いてる小中生13歳かって書いてるんですけども「あどうでしょうね アンケートいってみましょうか <laughs>、えー。ロリと結婚は許されますか、許されないですか。ちょっとアンケート取りましょう。ロリとの結婚について。許される、許されない。もうこれは俺、俺余計な解説入れません。皆さん、ポンといってみましょう。<laughs> ロリの定義ですかお。まあここに13歳があるけど、俺は8歳ぐらいだと思ってるんですけどね。 <laughs> はいどうぞ結果どうぞお許される53%許されない36六点これはあのしたいという話ではなくてですね <laughs> <laughs> 割れた民意割れた <laughs> 今何人ぐらい見てるんでしょうね今ちょうど1万2千人 1> 1万二千人見ててこれか1万2千人って <laughs> 統、ね、4,000人ぐらいでもうあの何だろうな4,000人の統計を取れば2択だったらもっと少ないだろうね多分1,500人が2,000人ぐらい取ればあとは10万人だろうが100万人だろうがそんなに変わりないんですけれども <laughs> いや正義は失われたかもう国民投票状態ですよね。許される53 これは、倫理としては簡単なんですよ。倫理としては、例えば子供を持つ親の立場としてロリとの結婚なんか許せるわけねえだろうこれは、OK、ですで、えー。また倫理としていや俺は自分の娘が何歳で,で結婚したいとかあの嫁にもらったと言われても別に構わねえよとだからそれを他の人にも強要するつもりはないよ「ロリとの結婚 OK じゃないの」あとロリと言っても13歳とか、まあ、8歳とか話は違うだろうけども 人によって、なんだろうな、大人になる瞬間っていうのは違うと。二十歳になっても自分のことを決めれないバカなんていくらでもいるし、逆に小学校6年生でもすごいしっかりした女の子がいると。現になんかこの自分のことを攻撃してきた、えー、なんだろうな、あのネットユーザーに関してバンバン反論している可愛いアイドルの女の子もいるじゃないかみたいな事件が最近ありましたよね。なので、どの段階が大人で、どの段階が自我かっていうのは違うので、 ここれはこれはで,です、ね、ロイトの結婚というのは、OK、というう。人もあるでしょうところが春風さん、そうですね。はい、ところがこれをですね道徳としてどう考えるのかというのはじゃあ今の日本でどうしましょうかと16歳ということになってますけども別にそういうのを外しちゃってそんなの法律で決めることはないよいくつでも OK にしようよというのかもしくはいやちょっと待てよとあの子供っていうのはやっぱ保護すべき存在で で、えー、いくつになるまでは例えば15になるまでは16になるまでは親が干渉すべきだというふうに考えているのかそこら辺でも違うと思うんですけども道徳的にって考えると急に僕の考えでではなくなくっちゃうんですよね。みんながどう考えるべきかで言わなきゃいけないからな。多分ね 安全性っていう意味で言えばロリとの結婚はダメにしといた方が多分安全ですよ。ロリとの結婚を OK にしといた方がやや社会の自由度は上がるんでしょうけどもその自由による被害者の方が多分僕バランス的に微妙に多いと思うあでもこれも合理的な回答だよね。<laughs> ああ抜け出せないね <laughs> 俺たちはこの合理性から。<laughs> <laughs> しかしなんでこの道徳問題でロリとの結婚っていうのがそう合理的合理的なねものがついちゃうんだよねロリのジレンマ <laughs> 被害者がいるだけで犯罪だよいやこれがさ私おじ,私おじいちゃんと結婚する子供の頃から言ってましたじゃあなんかこうおじちゃんと結婚するから「えパパママいいのうんそうだな」って言っておじちゃんが「よしおいで」みたいな周囲全員が祝福して「あり」って言っちゃうのが 多分これまでの合理的な考え方なんですよ。で、俺がさっきから言ってる道徳的なが、周囲が全員 ＯＫ でも本人同士が ＯＫ でも道徳的にそれダメだよっていうものがラインがあるんじゃないのって言ってるんですよね。で、この13歳の結婚っていうのはなんかねすごい微妙なんですよ。<laughs> そうなんか昔の田舎のありそうだなその話って、まあ確かにねあの別にあの。 江戸時代までは日本人の女の子って1314で結婚してましたしあと江戸時代はアヘン55の世界でしたからあの麻薬も OK ロリも OK というですねある種の人に言わせれば天国だし当時日本に来ていた宣教師に言わせれば日本人はなんか日本は地獄だという人もいたぐらい <laughs>、まあ麻薬数はなんかロリありだわってとんでもねえ奴らだというふうに言われたぐらいですから。まあ それを僕らは150年ぐらいかけて麻薬もダメだしロリもダメだという社会にしてるんですねでも国際的に見たら僕らの社会っていうのはですねさっきも言った道徳というのはあくまで周囲の同意を得るもんですから。国際的に見ると日本人というのはですねロリの民族性であっておまけに電車の中でグラビアの女の子の水着写真を見てるようなですねなんかこう色情況民族であるんですね。でよその国の人から見たら日本人のロリ璃直せとかですね 日本人は国際性犯罪者みたいに言わわれるわけで,すよ、ね、で道徳の問題にしちゃうとグローバルスタンダード道徳の問題にしちゃうとこれ日本人はロリ直さなきゃいけないんですけども。 ここでさっきのバットマン問題みたいなも出てくるわけですね。国際的になんと言われようがいいじゃねえかとかですね。そんなこと言うんだったら、俺たちもロリ爆弾投下してやるぞとかですね。<laughs> いろんな国でなんかロリの写真集配って、テロしてやろうかいとかですね。<laughs> ついついおもちゃやけせ、ね、そう匿名ヒーローでですね。<laughs> 俺たちはマスクつけてですね。<laughs> やってほしいんですよね。なんかそういうふうに <laughs>。自分の中でも。 なんだろうな、これはほら、僕の中でももうすでに自我のし、自我というシステムがうまく機能してないんですよ。自分個人としては、そんなの勝手だろうと、やっぱどっかで思っちゃうんですね。日本に生まれ育って、日本の漫画文化とかアニメ文化っていうのを浴びるように見て育った世代としては。別にあの、なんだろうな、あんなアニメ見たからといって、そんなヤバくないよっていうのを知ってるんですよ。<laughs> 俺し、俺たち知ってるぜ。とアメリカとか、イギリスの性犯罪なんか、ずっとえぐいじゃねえかというのを <laughs> 知ってるんだけれども。 でも、国際的にそれが悪とされてるんだったらそれに合わせなきゃいけないのかなというふうにも思っちゃう,しち,ゃうとちょっとはね見やすい形になってると思いますのであのすいませんけどちょっとぐらい一回あの見てやってくださいよろしくお願いします。